はい、皆さん、こんにちは。こんにちは。今日のやつは短いですね。10秒スピラン。なるほど。一瞬じゃないですか。一瞬でいっちゃうのかな。一発クリアで。あ、13%もある。これはもうもらっちゃったのかな。もらったんですね。カービィ。ごっつぁん。ハピネス。よいしょ。あ、これ投げるんだ。なるほど。そう、砲台があるけど、砲台との間ぐらいにいかなかんの。そうやね。ギリギリで投げると、多分潰されるよね。マジで。あ、なるほどね。なるほどね。そういうことね。そう。もうダメ。あれダメです。これジャンプしちゃダメです。砲台との間じゃなくて、あれか、砲台。ギリギリで。そう。あ、これむずい。いや、まだ始まったばかりだ。これやだ。お、うまい。これジャンプだよね。はい、スピンジャンプするね。今普通にもらいに行ってましたね。そうだよね。全身でアップ取ったよね。早っ。おい。よいしょ。あらっと。まだ大丈夫。まだ大丈夫。ハピネスさん優しいはず。あ、でもここは10秒スピードなんだからあんま詰まるとダメかもしれない。そうだね。ね、ちょっと待ってくれよ。うん。あ、急に難しくなってきた。いや、そんなことない。多分短い日だもん。そうか。はい。時間的にクリアできる時はもうあっさりみたいな。そうか。そろそろ終わり。目の前。嘘でしょ。やっぱダメですね。詰まるとダメだ。一回詰まったもんね。パインで。そうだね。はあ。はあ。いけ。ああ、嬉しい。ずっとハーハーしか言ってなかったな。喋ることを忘れてしまう。これはわ、結構ギリギリでしたね。本当だね。あ、本当だね。1秒余ってない。いいね。ハピネス。これでもハピネスなコースやったな。そうですね。まだハピネスなコース。ハピネスやった。これが2回には前編後編とかになってるともうダメでしょ。そうでたまにあるでね、それ。まあでもこれでスピラン3回ついたんで、次回以降はまた全自動かな。あ、なるほど。だからなんかいいのあれば、そうやね。探していこうと思います。じゃあご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。